요한의 이름을 부르리. 주님의 복. 첫째, 천신년절이 레이하이스는 타면이 예루살렘이 누구한테 터시도 믿을 낳겠니 나는 간을 기리시지 나이다. 가나다와 가나다야 너 베토 사이다 출신의 필리폰 로테이키데 언니가이디스 예수니 오메니케 가리타미노디스 도미토론다 필리포와 이때 안드레니 하나시 안드레토 필리포와 이때 예수니 하나시다 예수와 코 오카타이니나다 이스토로코가 에이코 으키니토키나키다 아키니 필리오키 히토츠브르노 무기와 지인 것이되 신에는 캐르가 히토츠브르노 마마디아르 다가시니와 多くの身を結ぶ自分の命を愛する者はそれを失うがこの世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る私に使いようとする者は私に従えそうすれば私のいるところに あの私に使えるものをいることになる私に使えるものがいれば父はその人を大切にしてくださる今私は心を裁く何と言おうか父よ私をこの時から救ってくださいと言おうかしかし私はまさにこの時のために聞いたのだ 父よ、 皆の栄光を表してくださいすると天から声が聞こえた私はすでに栄光を表した再び栄光を表そう外にいた君主はこれを聞いて雷が鳴ったと言い他の者たちは 天地が拘束して話しかけたのだと言ったイエスは答えて言われたこの声が聞こえたのは私のためではなくあなたが住むためだ今こそこの世が裁かれる時今この世の支配者が追放される私は地上から上げられる時 すべての人を自分のもとへ引き寄せようイエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのであるクリストに賛美 私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来るイスラエルの家とユダの家は違うでしょうか神様がアブラムにアブラハムという正しい名前を付けており アブラハムの孫ヤコブに新しい名前を付けましたその名前はイスラエルイスラエルは十二部族あったカルダはイスラエルの十二部族の先祖になりましたその人々は聖地に入った時 十の部族はキズの方の土地村だ二つの部族ベニヤミンとユダは南の方の部族その南の土地村だサウロダビデとソロモンの時代王様の時代には一つの国だけでした一つの王国だけでした
솔로몬은 무스코는 지도한 무리스나 오코리마시다. 기타 오코쿠 또 미나미 오코쿠. 이 기타 오코쿠와 이스라엘 또 이바리마시다. 미나미노 오코쿠와 その 오키나 부족을 마이토리마시다. 유다노 오코쿠. その 분리스와 200년간 続きました. アセルジンたちが来て、来たの王国を滅ぼした時まで。そして次の130年間は一つの王国だけでした。その南の王国、ユダの部族の王国ですから、現代は彼らはユダ人と呼ばれています。ユダの部族の子孫たち。 そして、それ部分だけイスラエルから残っているから、彼らはイスラエル人の名前をもらった。ですから、基督教がなくなってから、ユダヤ人、イスラエル人同じものになりました。そして、紀元前587年にバビロニ人たちが来て、 エルサレムを滅ぼしたミネサン水郷をしました。その時エルミアが住んでいました。そのエルサレム滅亡のちょっと前にちょっと間、ですからその予言、この契約を見よ、私は分裂したイスラエルの家と 新しい契約を結ぶ日が来るという意味です。そして続きます。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトから導き出した時に結んだものではない。私は彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはその契約を破った。 モイセを通して神様はシナイ山でアブラハムの子孫たちと契約を結びました。その時彼らは神の民になりました。その契約はどんなものだったでしょうか。ある程度主人としもべの契約のようでした。 何回も彼らは書いてる通りに呼ばれました。ですから神様は法律的な契約を望んでなかった。結婚の契約、配偶者の契約を結びたかった。ですからその文書で、私はあなたたちと新しい契約を結ぶと言われました。 前の契約は神様の外から導きました。今度の契約はイエス、を通して神様の霊、神様の命をもらいます。私の律法を愛のやり事を彼らの胸の中に捧げ、彼らの心はそれを記す、心にそれを記す。 ですから私たちはイエスを通して彼らの契約を結んだ霊をもらいました。結果は私たちの罪は全部許されます。私は彼らの悪を許し、再びその罪に心を止めることはない。もう一つの意味は、彼らは全て私を知る。 知るということは、知的の意味だけではなく、聖書では知るということは、夫婦が知り合っているように、肉体的、精神的、霊的、全部の面からその人のことを深く分かっている。イエス様はそう言われたでしょう。私が自分の霊を出た時に、あなたは 父を知ることができるようになります。私は父を知っているように、あなたは父を知ることができる。
父が無徹をしているようにあなたたちも知ることができる。そんな礼を私はあなたたちに与えます。ですからその約束でした。イエスを通して与える新しい契約、旧約聖書、新約聖書、古い契約、新しい契約。モーセは古い契約を結んだ儀式として何をしましたか？みんな神様の前で食べて、モーセは血を振りかけた。これは神様と契約を結んだ血です。イエス様も新しい契約をするために同じ2つのことを使いました。食事は最後の晩餐、そして十分の地は十字架上での地ですから、ミスは契約の食事と呼ばれています。その第一朗読、第二朗読はイエス様の苦しみについてです。クリストは激しい叫び声を上げ、涙を流しながら神に祈りと願いを捧げました。私たちは聖書を読めば、激しい叫び声を上げたところはないでしょう。涙を流すとき、快かった人々の硬くなる心に対して。ですから、それは何のことでしょうか？次の文章に、ご自分の死から救う方に。ですから、その理由で激しい叫び声を上げるでしょうか？ゲッセマネの庭でこう書いてあります。イエスの言葉、御心ならこの杯を私から取り除けてください。ですから、イエス様は死んだように頼んでいるでしょうか？けれども、次の文章は、その恐れという名を態度のゆえに聞き入れられた。けど、聞き入れられた、死んだ。そして、福音には、この言葉が出てでしょう。今日の福音。なんと言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし、私はまさにこの時のために聞いたのだ。そして、ゲッセマネでも、しかし、私の願いではなく、御心のままに行ってください。今日の福音には、父よ、みんなの栄光を表してください。ですから、ゲッセマネで、イエス様は何のために頼んでいるでしょうか？死ぬ前ために乗っているでしょうか？いいえ。その人間的な恐れに打ち勝つ力を頼んでいました。神様、いつもイエス様の祈りを叶えられました。私たち、学校の前なら神様はその時拒んだでしょう。今日の忍耐のロープで聞いたように、その恐れという名を耐えるように聞き入れられました。イエス様はその時、その人間の恐れに打ち勝つ力になった。多くの苦しみによってイエスは従順を学びました。苦しみに必要じゃないなら私は許しません。イエス様はフェルスティーヌに言われたでしょう。ですから、ある苦しみは必要です。ある苦しみは必要じゃないです。ですから、イエスの必要じゃない苦しみから私たちを解放したいんです。また守りたいんです。ご自分に従順である全ての人に対して永遠の救いの源となったイエスは。ですから、ご自分に従順である人々を全てにして、従順、それは愛の契約のことでしょう。結婚、私たち信頼を受けた時、契
結婚式のような儀式に預かりました。結婚式の時二人がアネットに全部歌います。私たち持ち物だけではなく全部歌います。別に私たちの命を歌います。洗礼の時同じ約束です。神様は確かに私はあなたに全部歌いたいです。心開けば開くほどあなたに全部歌うことができるようになります。私たちだん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 心を開きます。聖霊に達せるように。福音ではこの言葉、一つ分の麦は血に落ちて死ぬなければ、一つ分のままである、ただ死ねば多くの実を結ぶ。一つの部分、私たち麦あまりピンとこないかもしれません。けど、リンゴの種、リンゴの種は、地に落ちて、その形を明け渡さなければ、ずっとリンゴの金の種だけです。もしそのリンゴの木の種がその形を明け渡せば、新しいリンゴの木を結んでいっぱいのリンゴができます。イエス様は、自分の命を愛する者はそれを失う。リンゴその種だけ残ればそれのダメになる。この世で自分の傷つけられた望み、自分のわがままの傾きを明け渡す人は、それを共に永遠の命に至る。ですから私たちは自分に対して死ぬにかかりません。人間の一番深い望みは神様の望みです。その上には現在に影響されている、読みされている望みがあります。私たちは、その偽で自分を捨てなければなりません。本物の自分じゃなくて、偽自分、読みされている自分。それだけを渡せば、本当の自分になります。天国にみんなやっと、本当の自分になっている。この世でそれが始まります。私に使いようとするものは私に従わなければなりません。私にいるところに私に使えるものをいなければなりません。自分の道を歩きません。結婚式の時手をつないで一緒に死ぬまでいる。洗礼式も同じ約束です。そう、私たちはイエス様の望みのとおり生きなければならない。そして天のお父様はそのこと、イエス様の十字架のことを確かめる印を与えた。イエスのためじゃなくて人々のために、イエス最後の言葉、私は地上から上げられるとき、というのは私は十字架に上げられて死んで復活するとき、私はすべて人を自分のもとへ引き寄せよう。ですからイエス様が自分の命を捨てることによって私たちに聖霊を与える権利を与えました。私たちの主になりました。十字架なかったら主になれなかった。洗礼の時に彼は私たちのために洗礼を受けた。十字架で2回目の洗礼の時、地による洗礼の時、私たちにその霊を与える権利をもらいました。ですからイエス様の霊をもらえばもらうほど、私たちは洗礼の時に盗んだ契約の命を体験するようになります。
父と子と聖霊の御名によって。アーメン。じゃあ祈りで始めましょう。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。愛してくださる天の父様、愛してくださる主イエス様、愛してくださる聖霊様。私たちはみんな熱の神殿ですから、私たちの中に住んでいらっしゃいます。私たちを通して人々に触れるように、主よ、私たちは今日イエス様のことをもっと深く知りたいです。ですから教えてください。私たちの心に触れてください。あなたの言葉を理解させてください。マリア様、一緒に乗ってください。主キリストによって、アーメン。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日の黙想会のテーマはイエスと誰でしょうか。そして1ページから6ページまで、それは今朝の話。そして7ページから1と書いてあるけど、最後のページまで、それは午後の話。午後の話はもっと長いかもしれません。今日のプログラムは、今から第一の話、その後休みです。昼ご飯のために。そして1時からまた2番目の話になります。And, 終わってからベネディクションあります。 そのプログラムです。そう、イエス様のこと、共産主義者がソビエトを支配していた時、イエス様は実在の人物ではありませんでしたと何回も言いました。ある人々はそのように思うようになりました。イエス様は全然存在しなかった、作り話の人でしたと思った。けど現代の歴史家はそうと思いません。証拠は、イエス様が存在した証拠いっぱいあります。プリントを見れば、第一はクリスト者ではない聴者からの証拠。古代ローマ時代の歴史家タクトゥスとスウェイトニウス、and ユダヤ教の歴史家ヨセフス、この3人はイエス様についていろいろ書きました。特に3人ともイエス様の誕生の時の噂について、彼らはこう書きました。3人ともどこにいてもその時代同じ噂を聞いています。 もうすぐイスラエルで世界を支配する王様が生まれます。ですから神様はその時全世界にイエス様の誕生を知らせました。And, 東から3人の博士たちが来たでしょう。彼らはその話を聞いたかどうか分かりませんけど、自分の宗教を通して神様は王の誕生のことを知らせました。そしてタクトゥスとスウェイトニウスはイエス様の生活についてだけではなく、イエス様の死の時の暗闇についても話した。イスラエルだけではなく、マタイ、マルコ、ルカはこう書きます。正午から闇が全地を覆い、三時まで続いた。ですから、ローマでも暗闇が来ました。イエス様の死の時。そして、ヨセフスは、彼はユダヤ人でした。イエス様の教え、奇跡、メシアだという宣言、復活など、全部認めました。彼はこう言いました。読みます、プリントから。さて、その頃、イエスという知恵のある、知恵の人がいました。
実に彼を人と呼ぶのは正しいかどうかわかりませんが、その方は不思議な技を行う人でした。そうユダヤ人のヨセフはそう書きました。そして一世紀のユダヤ人たちは、イエスが生きること、奇跡を行うことについて議論しませんでした。むしろ彼らはイエスが魔法か悪魔の力で奇跡を行ったと主張します。そして、非クリストさの書物は、福音書に記録されている出来事が2世紀までに歴史的な事実として一般に受け入れられていることを証明します。ですから、1世紀、2世紀の人々はイエス様のことを認めていました。信じてない人々は、この人は存在していました。彼はこれをしました。自分が神だと言っている。いろいろ書きました。So, それは第一。第二、プリントは第二、クリスト者である聴者からの証拠。新約聖書の聴者と他のクリスト者の聴者。新約聖書を書く人々は少ないでしょう。福音書6、7、8人だったかな ?9 人かな覚えてない。それ以上たくさん信者たちはその時代いろいろ書きました。聖書に入っていません。そして、新約聖書の著者は彼らの文が目撃者の証言に基づいている事実だと主張します。これは重要なことです。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。ですから、聖書の聴者たちは強調しました。私たちの書いたものは目撃者の証に基づいています。知りたいならその証人に話してくださいとか。ですから、イエス様について私たちは聖書からまた他の書物からいろいろ知ることができる。3番、イエスはまさに人間でした。イエスは体を持っていたので、時々疲れ、また空腹だった。例えば、イエスは旅に疲れて、そのまま井戸のそばに座っておられた。またイエスは40日間、昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。前に何回も説明したように、それは医学的なことです。食べないなら、最初の3日間、4日間、1週間な かもしれません。お腹空いてる感じ。その後、お腹空いてる感じなくなる。And, 40日目後、3日目ごろ、もう一度、お腹空いてる感じに戻ります。その時まで体がいらないものを体は食べていた。40日目から必要な部分も食べ始めます。And, その時に40日目ごろ食べないなら死にます。60日目ごろ。ですからそれは医学的なことです。そしてイエスは人間的な感情、喜び、悲しみ、愛、怒りなどを体験しました。例えば、喜び。その時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。悲しみ。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、
心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか？彼らは、主よ、来てご覧ください、と言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、と言った。怒り。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの固くなな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りにおられた。ですから怒り、私たちは時々怒りをいけないと思っています。それは怒りの表現によって違います。怒りは私たちの感情の部分です。みんな怒りを感じるはずです。怒りは痛みと同じです。痛みあればそれを知るし、何か物質的にダメになっている知るし、怒りは何か精神的に何かダメになっている知るしです。そして表現は肯定的か否定的か、どちらかその方で表現することができる。ですから肯定的な怒りの表現は、あなたがそう言った時に私は寂しいでした、あなたはそれをした時私嫌な気持ちもらったとか、否定的な表現は、あなたはダメです、怒っていること。ですから表現によって否定的な感情を表現、否定的な感情で表現すれば罪になるかもしれませんけど、感情としては必要です。怒りを感じないなら人間ではない。イエスは本当に人間として感じた。そしてすごい苦しみ、その時イエスは悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を澄ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈っておられ、言われた、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままに。イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るのように地面に落ちた。それも医学的なことです。ひどい苦しみ、ひどい恐怖の時に皮膚の血の線、動脈ですか、それを破れる、汗のように血が流れる、すごい ひどい苦しみの時、恐怖の時、それも医学的なこと、その時すごく苦しんでいた。そして3番、イエスはまた他の人間的な体験をした、経験をした。例えば漁師に従ったり、学んだり、仕事をしたり、感情誘惑されたりした。イエスはナザレに帰り、漁師に仕えてお暮らしになった。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。この人は大工ではないか。イエスは40日間誘惑から悪魔から誘惑を受けられた。ですからイエス様は人間だった。そして私は誰でしょうか。イエスはただ偉い人間で偉大な道徳の教師だけでしょうか。弟子たちは初めに軍師のように、おそらくイエスが偉大な預言者だと思いました。彼は昔の預言者のような預言者だというものもいた。
けれどもその奇跡を見てからイエスが預言者以上だと考え始めました。一体この方はどなたのだろう、命じれば風も波も従うではないかと手側にいた。イエスが、人々は私のことを何者だっているだと言っているのかと尋ねた時、弟子たちは誰か昔の現者が生き返ったのだとか、メシの先駆者であるその約束された預言者と教えました。まさにこの人こそ世に来られる預言者である。その預言者はモーセに話した。いつか神様は私に神様を教えた。いつか神様はあなたたちに私のような預言者が与えます。すごい奇跡を叶う預言者をあなたたちに与えます。彼はずっと待っていた。モーセの約束した預言者エリアも来る。彼はエリアかな。彼はメシアではない。メシアはローマ人を追い出すでしょ。メシアが来る前の偉い人です。ですから非常な賛辞を呈していました、イエス様のこと。そしてイエスがあなたたちは私を何者だというかと尋ねたら、弟子たちはついにイエスが約束されたクリストだと分かりました。あなたはメシアです。メシアという言葉はその時代ユダヤ人たちはこう考えました。メシアは普通の人間として生まれます。そして30歳になれば突然エリアが来ます。エリアは彼の上に油を注ぎます。その時から彼はメシアになります。この人間ですから、弟子たちはあなたはメシアだと言った時にはまだあなたは人間です。神の子という言葉を使ったけれども、それはメシアの言葉です。私たちの意味ではない。最後の晩餐の時までに弟子たちはイエスが人間以上な方だと信じました。あなたは神のもとから来られたと私たちは信じています。ですからやっと彼は人間以上だと分かった。けれども復活の後、弟子たちはイエスがそれ以上な方だと信じました。私の主、私の神よ。弟子たちは信じたように、イエスが人間以上な方だったのでしょうか。その質問に答える前にもう一つの質問を考えなければなりません。すなわち、イエスは自分のことを何者だと思っていましたか。自分が何者だと宣言しましたか。そして丸3、イエスは自分について何を語っているでしょうか。イエスは12歳までに神様との唯一の関わりを自覚していました。神殿に見つけた時に、私は自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。イエスは私は神ですと言っても終わりませんでしたが、彼が教えたり宣言したりすることを見れば自分が神の身分を持っていると自覚していることに疑いがありません。例えばイエス様の教えは自分自身と中心としました。他の偉大な教師は普通神への道としてある方法を示しました。それは道です、それは真理です。けイエス様は
神への道として自分を示しました。あなたは神様と関わり欲しいなら、あなたは私のもとに来なければなりません。私は道です。私は真理です。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができません。ですから全部の人間は、信者たちはこの世でする、未信者たちは黄泉の一つの兵で、隣国一つの兵でそれをします。But、イエスを通らなければ神様と一つになることができません。イエス様と一つになるために罪は全部許されて聖霊が必要です。それは神の似姿が必要ですという意味です。神様の似姿を持っていないなら神様と一つになることができない。まだ身、また油です。私は世の怒りです。私は光として世に来ました。私を信じる人は皆闇の中に止まることのないためである。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。私は命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して怖くことはない。疲れた者、重に負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にする。私についてきなさい。 So, イエス様はもし人間だけならこの言葉は耐えられない言葉です。イエスは自分が人間以上のものだと宣言しました。例えばイエス様は神人の子という称号を使いました。人の子という言葉は旧約聖書には2つの意味、本当の人間、また神のようなもの、その意味でした。ですからイエス様は旧約の時代その言葉を準備させました。生まれる前に準備させました、その言葉を使うように。ダニエル書に書いてあります。世の幻をなお見ていると、見よう人の子のようなものが天の雲に乗り、火の追いたる者の前に来て、その元に進み、権に行こう王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。イエスはこう言いました。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していません。私は天から下ってきました。ですから母さんの中でできた時の前に誰も存在しませんでした。それは教会の教えです。一人だけ人間になる前に存在していました、イエス様。神様は彼を天国から送りました。ですからイエス様は私は人間以上のものだとはっきり教えました。イエスは自分が神に使わされていると宣言しました。
私が天から下ってきたのは自分の意思を行うためではなく、私を救わしになった方の御心を行うためである。私はその方のもとから来たものであり、その方は私をお救わしになった。父が成し遂げるようにと私にお与えになった技こそ、父が私を救わしになったことを証ししている。神がお望みになる技は、あなた方が神が使わされたものを信じることです。ですが神様は私を救わした。5番、イエスは神について唯一の知識を持っていることを宣言しました。あなた方はその方を知らない、私はその方をしている。なぜなら私はその方のもとから聞いたのである。はっきり言っておく、私たちはしていることを語り、見たことを証ししている。父を見た者は一人もない。神のもとから聞いた者だけが父を見たのである。子と子が示そうと望む者ほかに、父が誰であるかを知る者はいません。ですから私は神について唯一の知識を持っていますと。6番、イエスは神が自分の父だと宣言しました。私は私の父の名によって来ました。私に栄光を与えてくださるのは私の父であって、あなたたちはこの方について我々の神だと言っている。御父は御子を愛して、その手にすべてを委ねられた。ですから神様は私の父です。7番、イエスは自分の言葉が神の言葉だと宣言しました。私は自分勝手に語ったのではなく、私を救わしになって父ご自身が私の言うべきこと、また語るべきことをお命じになったのである。それで私が語ることは、父が私に仰せになったことをそのまま語っているのである。イエスの言葉は完全に人間の言葉ではない、神様の言葉です。私の教えは自分の教えではなく、私を救わしになった方の教えである。この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか分かるはずです。すごい言葉。8番、イエスは罪を許すための神の権限を持っていると宣言しました。イエスは罪深い女に、あなたの罪は許されていると仰せになった。そこで同席していた人々は、罪をもう許すこの人は一体何者だろうと心の中で言い始めた。もう一つ、イエスは中部の人に、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。すると律法学者とファリサイ派の人々はあれこれ考え始めた。冒涜の言葉を吐くこの男は一体何者だ。神お一人の他に誰が罪を許すことができようか。イエスはその考えを見抜いて仰せになった。人の子が地上において罪を許す権利を持っていることを
あなた方に知らせよう。どういうふうに？ユダヤ人たちにとって病気はいつもある人の罪の結果でした。イエス様はそれを違うと教えましたけれども、ある病気は罪の結果かもしれませんけれども、彼はいつもですから、イエス様はその考え方を使いました。あなたにとってこの中部の病気は罪の結果でしょう。ですから私は癒せばその罪を許した。みんなはいはいはい、そう癒した、そういうふうに使いました。けどもう一つのこと入っています。普通許す人は傷つけられた人でしょう。ですからイエス様は許せば罪はイエス様を傷つけたというのは、イエス様は神様です。それも入っている。9番、イエスは裁くための神の権限を持っていると宣言しました。父は子に裁きを行う権能をお与えになった。子は人の子だからである。ですから人間である神様、人間になった神様は裁きます。人間じゃない神様は裁きません。父は誰をも裁かず、裁きは一切子に任せておられる。すべての人が父を敬うように、子をも敬うようになるためである。はっきり言っておく、死んだ者が神の子、この文章でイエス様は神の子と石の子両方使った、神の子の声を聞く時が来る。墓の中にいる者は皆人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだ。世の終わりには皆イエス様の声で復活します。人の子は父の栄光に包まれて御使いたちと共に来る。その時その行いに応じて一人一人に報いる。人の子は御使いたちを救わして、不法を行う者を御国から抜き集める。そう、世の終わりにはイエス様は裁きます。規定裁きます。10番、イエスはご自分に対する態度に応じて全ての人が裁かれると宣言します。私を拒む者は私を救わされた方を拒むのである。分かっても分からない場合に構いません。後に説明します。私を拒み私の言葉を受け入れない人には、その人のを裁くものがある。私の語った言葉、それが終わりの日にその人を裁く。人の子は栄光に輝いて天使たちを従えてくるとき、その栄光の座につく。そして全ての国の民がその前に集められると、羊海外羊とヤギを分けるように彼らをより分ける。私の兄弟であるこの最も小さいものの人にしたのは私にしてくれたことなのである。この最も小さいもの人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。ですからイエス様に対する態度でみんな裁かれています。この世にいる間、ある人々は
イエス様のことが本当に分かって、ある人々が受け入れます。ある人々拒みます。ある人々、別の人々はこの世にいる間、イエス様のこと分かりません。拒んでもいい、分からないから。彼らは読みのところで、神様を拒んだ人々すぐ地獄でした。です。けどいい人々は隣国、読みの塀に入って、イエス様の神様の愛体験するでしょう。だんだん神様を知るようになります。やっとイエス様のことを分かって、その時受け入れる。イエス様を拒んだ人々は、この世にいる間、彼らは裁きを受ける。11番。イエスは自分が神の子だと宣言しました。例えばそのブドウ園と農夫たちの例え話で、主人はブドウ園を作って、そして農夫たちに任せました。収穫の時、収穫を受け取るためにしもべたちを捕まえ、送りました。あるしもべを捕まえて、一人袋を叩きにし、殺し、石打ち殺した。主人は、じゃあ私の息子を敬うでしょう。And, 息子を食って、そして、イエス様は、私は預言者ではない。私は他の預言者たちのようではない。しもべではない。私は神の恩子です。そしてその例え話で、農夫たちは、ブドウ園の外で殺しました。それは予言でした。ユダヤ人たちは、エルサレムの外でイエス様を殺しました。私は恩子です。しもべじゃない。この縁の例え話で、天の国はある王が王子のために婚礼を催したのに似ている。王は神様、私は神様の恩子です。神はその一人がお与えになったほどによう愛された。一人が信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が私は神の子であると言ってからとてどうして神を冒涜しているのか。イエス様を殺す理由を探していました。一つは冒涜です。イエス様は、冒涜の理由で私を殺すことができない。私は神の子と言ってでしょう。けれども、自分聖書を調べて、聖書も使います。裁判官たちについて。ですから聖書が人間について使えば、あなたはその理由で私を冒涜しているというかできない。その話でした。そして12番、イエスは自分が神であると宣言しました。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとしてまた石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているのとしているからだ。ですから彼は分かった。
そしてイエス様は神様の名前を自分のためにも使った。覚えているでしょうか？モーセの時、神様彼に話した。And, 読みます。モーセは神に尋ねた。私は今、イスラエルの人々のところへ参ります。彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのです。と言えば、彼らはその名は一体何かと問いに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある。私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が私をあなたたちに使わされたのだと。ヘブライ語で私はあるという言葉はヤーウェイ、神様が教えた名前はヤーウェイ、私はある。イエス様はヤーウェイという名前を自分のために使いました。例えば、ユダヤ人たちに、あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。ラビたちはそう教えた。アブラハムはメシアの日を見ていた。そしてそれを見て喜んだのである。ユダヤ人たちが、あなたはまだ50歳にもならないのにアブラハムを見たのかと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、アブラハムが生まれる前から私はある。そして最後の晩餐の時にも神様人たちににその言葉を使った。彼を裏切ることを予言してから、イエスは言われた。ことの起こる前に、今言っておく。ことが起こった時、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。そしてイエスもこう言いました。はっきり言っておく、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない。父がなさることは何でも子もその通りにする。その一つ、三位一体の神秘。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。私を見た者は父を見たのだ。父が持っておられるすべてものはすべて私のものである。父よ、今御前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光。イエス様は最後、復活してから一週間後に弟子たちに現れて、その時トマスは言いました。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見てから信じたのか？見ないのに信じる人は幸いである。イエス様はトマスに、いいえ、そう言わないで、私は神様ではないと言わなかった。逆にやっと分かっている。イエスは自分が宣言したものでしょうか？イエスが自分を神だという宣言について3つの可能性があります。3つだけです。それは本当ではなかったが、イエスは
それが本当ではないことを知りませんでした。すなわち、イエスは気が触れてしたでした。2番目の可能性は、それは本当ではなかったか、かったが、イエスはそれが本当ではないことを知っていました。すなわち、イエスはピテンチで悪人でした。3番目の可能性は、宣言したことは正しいです。イエス様は神様。そして、これは、C.S. Lewis の言葉。イエスは、お先に質問。イエスは自分が神だという宣言を否定しながら、偉大な人だということができるでしょうか？ C.S. Lewis の、作家 C.S. Lewis の答え。もしある人がただの人間であり、イエスの語ったようなことを語ったとするならば、その人は偉大な道徳の教師ではありません。頭のおかしい人でないとすれば、全く弱な人だったでしょう。我々は選択をしなければなりません。この人は神の子であるか、気が狂った人、あるいはもっと悪いものか、どちらかです。ただ、イエスが偉大な人間の教師であると、いったノンセンスには同調しないようにいたしましょう。そのことは示されませんでしたし、そうあろうともなさいませんでした。問題は、信仰がなければ、信仰の恵みもらわないなら、それが分かっても、イエス様のことを信じることができません。私を救わしになって父が引き寄せてくださらなければ、誰も私の元へ来ることはできない。ですから、知的になるほど、三つの可能性あります。けども、本当にピテンチじゃなかった、精神病死じゃなかった、けど神の子、信じることできない。ですから、分かっても、信仰の恵みもらわないなら、それを信じることができません。そして、イエスは、自分が宣言したものなら、仮の言葉は重要でしょうか？いいえ、重要だけではなく、誰が語ったことがある一番重要な言葉です。今日の話は、早く終わった。今ちょっと病院に行けなきゃならないません。ですからゆっくりして、午後はその証拠を見ましょう。イエス様はそう言ったけど、証拠あるでしょうか？午後はその話をします。ですから今日の話は1時間だけでした。今朝の話。午後は1時間半になるかもしれません。ですから、今からゆっくりしてください。父と子と聖霊の御名によって。アーメン。今朝私は、イエス様の宣言について話しました。そして今朝の話の始めに私は信じじない人々、非信じたちの書物と信じたちの書物について簡単に話しました。それちょっとその、もう一度見ましょうか。
皆さんのプリントは新しい1ページになります。神であるというイエスの宣言の証拠、非クリスト者たちの聴者からの証拠、ある人々はイエス様が実在の人物だと思いません、だったと思いません。彼についての作り話、彼についての話は作り話だと思っていますけれども、イエス様の奇跡などはその時代に認められていました読みます。クリストの生活についての非クリスト者の資料はどんなにわずかであっても、少なくともクリストの実在、奇跡、例え話、神であるという宣言、十字架上での死などの証拠を差し出します。そして一世紀のユダヤ人の書物は、イエスが生きたこと、奇跡を行ったことについて議論しません。むしろその書物は、イエスが魔法か悪夢の力で奇跡を行ったと主張します。そして2世紀の終わりまでに福音書はだいぶ歴史的に真実だと認められていました。そして信者たちの証拠今朝私たちはこれを簡単に見た。そして新約聖書の著者は、彼らの文が目撃者の証言に基づいている事実だと主張します。例えば私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き貫かれます、貫かれようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序を正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。それルカの言葉です。そしてこれはヨハネの言葉、それを目撃した者が正しいしており、その証は真実である。その者はあなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることをしている。これらのことについて証をし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証が真実であることをしている。そしてペテロ、私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。ですから信者たちはその時代、目撃者の証言に基づいています。これは事実です。これを強く強調しました。And 目撃者が必要でした。イスカリオテの後継ぎとして彼でイスカリオテのユダが亡くなってからその後継ぎを選んだでしょう。第一の条件は、彼は初めからの目撃者必要でした。And パウロは
ゃあ500人にイエス様同時に現れた状況で聞いてください。ですからこれはキリスト教の一番力強い主張です。事実を確かめてください。生きている人々いるから。そして問題はその起こった通りに彼らは書いてるでしょうか。もし嘘ばかりならユダヤ人たちとキリスト者たちがすぐ論爆したでしょう。それ第一、彼は本当でしょうか、その通りに書いてるでしょうか。または後に信者たちが書き直したでしょうか。聖書は確実することができるでしょうか。そして読みます。3番、イエスの生活と奇跡の話や神であるというイエスの宣言は聖書の調子の作り話の可能性があるでしょうか。聖書は後のキリスト者が作り直した可能性があるでしょうか。50年前にたくさんの言語学者は福音書が確実でない公伝から生まれた書物だと思っていました。現代の言語学者の多くは言い伝えられた福音書の大部分が最初に書かれた通りにそのままであるという結論に達しています。だんだん私たちは50人の間いろいろ見つけました。例えば70年前にある少年が歯科医の近辺で写本見つけました。そしてその歯科医写本と呼ばれています。そしてその中にはマルコによる福音の部分書いてありました。そしてローマの軍隊が来てでしょう。And そのクムランの共同体をその司会写本の場所は68年に滅ぼしました。ですからマルコによる福音は68年までに書かれていました。みんな生きている間。そして現代の研究はエルサレムの滅亡は70年でした。そしてその前に4年前に軍隊ローマの軍隊来てエルサレムの周りに来てでしょう。And 不思議に突然消えた。どこかに来ました。その間信者たちみんな逃げました。ローマ人たち、ユダヤ人たちだけ残っていました。そして信者たちが逃げた年は紀元66年。And、マルコも書いてありました。マルコのによる福音書、そこで見つかりました。ですから66年までにマタイによる福音が書いてありました。ですから現代私たちはもう分かっています。全部のWell, ヨハネによる福音はちょっと後に100年まで書かれてでしょう。But, マタイ、マルコ、ルークによる福音はだいぶ66年までにもう書いてありました。目撃者が生きている間書かれたものです。ですから1ページ読みます。証拠は福音書が目撃者の生きている間に書かれたことを証明します。パピルスの証拠は疑い余地なくこれを証明します。パピルスしてるでしょ。足で作った紙、紙の前の時代のもの。新約聖書の書物の首相の確実性と本来の姿はすでに証明されていることが認められています。
現代の研究は私たちが福音書を確かな歴史文献として扱うことを表明します。ですから信頼できるある人々は信じたやつに書き直すでしょう。イエス様は自分が神様だと言わなかったでしょう。あぜ信じたちそう言えるでしょう。違う、もう言語学者たちは分かっています。福音書は書いた通りに残っています。衝撃者生きている間に書かれたものです。ですから今朝の質問もう一度見ましょうか。イエスは自分の宣言したものでしょうか。イエスが自分の神だという宣言について3つの可能性があります。3つだけです。それは本当ではなかったが、イエスはそれが本当ではないことを知りませんでした。すなわちイエスは気が触れた人でした。それは本当ではなかったが、イエスはそれが本当ではないことをしていました。すなわちイエスはペテンチンで悪人でした。3番目の可能性は宣言したことは正しいです。ですからイエスの宣言を裏付ける証拠を見ましょうか。いっぱいあります。例えばイエスの奇跡、水をブドウ酒に変えました。5つのパンと2匹の魚で5000人に食べさせました。海の上を歩きました。またペトロに海の上を歩く力を与えました。突風を沈めました。病人を癒しました。悪霊に取り憑かれた人を解放しました。死んだ人を生き返らせました。そして弟子たちに同じ奇跡を行う権利を与えました。イエスは天国に帰ってからまた彼らは続きました。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。私が父の技を行っているのであれば、私は信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。イエス様のなさった奇跡は、考えればイエス様の奇跡ではありませんでした。それは父の奇跡です。でした。イエス様は無にした。私は自分で何もできないと言った。So, いつも父を見て、その通りに働きました。同じように、私たちの奇跡は私たちのものではない。イエス様は私たちを通してなさいます。そしてイエス様の奇跡は何のためでしょうか？自分の宣言を証拠になるためでしょうか？いいえ、それは悪魔からの誘惑の一つです。みなさんに見せなさい、誰であるか自分のこと見せなさい、奇跡できるでしょう。いいえ、私は何もできない。ですからイエス様の技は人々の要求に応えることです。彼らは苦しんでいましたから奇跡をしました。第一の奇跡は何のためでしたか？新郎新婦は恥を体験しないように。そう、イエス様の奇跡は人々のためでした。証明するためではなかった。そう、それは第一の証拠です。その時まで、今まで誰もその全部したことがないんです。モイゼとエリオはいろいろした、このぐらいしなかった。そして2番目の証拠、イエスは旧約聖書の預言を成就されました。あなたたちは聖書の中に
永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。イエスは300以上の予言を成就しました。例えば生まれた場所、その死の方法と意味、埋葬、復活などなど。イエス様が後に復活してからユダヤ人たちにこう説明しました。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーゼとすべての現地から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。ですから誰も自分が生まれる前にたくさんの予言が書いてありませんでした。他の宗教の創立者について予言は全然なかったんです。そしてもし彼イエス様はペテン師でじゃあ成就しましょうかと思ってもある予言したことは自分でできなかった。生まれた場所、埋葬、死の方法とか自分で成就することはできませんでした。それは第一です。イエス様はイエス様についていろいろな予言があってそして成就しました。もう一つの面から考えればイエス様もいろいろな予言をなさったでしょう。例えば、エルサレムの滅亡について一つの石をここで崩されずに他の石の上に残ることはない。ローマ人たちはそうしました。エルサレム全部滅ぼしました。一つの石は別の石の上に残っていなかった。ペテロについて、ペテロよ、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うでやろう。そしてラザロは死んだ。私は彼を眠りから覚ましに行く。ですからイエス様についての予言だけではなく、イエス様がなさった予言もそれあります。証拠です。そして3番、イエスの教え。今まであの人のように話した人はいません。イエス様の教えは人間が語ったことがある一番偉大な教えと認められています。その教えは西洋文明の基礎です。他の教えより引用されているものです。他の本より翻訳されている言葉です。そして語ったことがある一番偉大な言葉です。神様ぐらいのような言葉です。それだけでイエス様の教えだけで分かっています。誰もこの人のように話したことがない。4番目の証拠はイエス様の人格。イエス、これは雑誌タイムの言葉。イエスは人間の歴史の中で清廉潔白と愛の無私の一番永続するシンボルです。イエスの敵は彼に何の罪も見出せませんでした。社会が排斥した人々に対するイエスの愛と同情は人々を変化しました、させました。人々のために自分の命を捨てるイエスの心、人の子は
多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために聞いたのである。そして私にとって次のこと、一番素晴らしい、激しい苦しみで試した心、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。私たちは元気なら自分の本当の心を抑えることができる。けど苦しんでいる時に本当の心が現れています。酔っ払う人々も、ある人々すごく優しくなります。ある人々乱暴になります。心が現れています。その時そう、イエス様 の人格が十字架の時現れていました。そしてイエス様は聖書を探せばすごく喜びと命で満たされた。彼は最高の無私の心を表した。その謙遜、柔和、優しさ、寛大さ、全部現れています。ですから人格だけでイエスさんのことが分かっています。けれども一番すごい証拠はイエス様の復活です。私は命を再び受けるために捨てる、それゆえ父は私を愛してくださる。誰も私から命を奪い取ることはできない。私は自分でそれを捨てる。私は命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは私が父から受けた掟である。その死の一年前から人たちに説明しました。エルサレムで十字架に作られて三日目に復活します。イエス様の復活はクリスト教の基礎です。パウロはこう書きました。クリストが復活しなかったのなら、私たちの信教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。そしてクリストが復活しなかったのなら、あなた方は今もなお罪の中にあることになり、天国に入ることができないでしょう。その意味です。天国に入るために決意したように、罪は許されて聖霊必要です。 And イエス様はそれを死と復活を通してもらった。私たちイエス様を信じることによって、イエス様の恵みは私たちの恵みになります。ですからイエス様は復活の死なかったら、誰もまだ天国に入ることができません。その復活は、世がイエスの目を通して見なければならない創造主がいることを示します。ですからイエス様の復活はイエスの宣言の保証です。ですから詳しくその復活の証拠を見ましょうか。イエス様は、第一の復活の証拠は、イエス様は墓にいませんでした。これ第一。And 私たちそれ聞いて、いろいろな理由で墓にいなかった可能性あるでしょ。はい、6つだけ。6つの可能性だけです。第一の可能性は、イエスは死ななかった。第二番目の可能性は、指導者たちは死体を盗んだ。三番目の可能性は、兵士たちが死体を盗んだ。四番目の可能性は、弟子たちが死体を盗んだ。
5番目の可能性は泥棒が死体を盗んだ。6番目の可能性はイエスも本当に復活しました。6つの可能性だけです、その墓にいなかったこと。ですから一つずつ見ましょうか。第一、イエス様は墓、死ななかったでしょうか。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。イエス様はひどく鞭で打たれたでしょう。そして8時間9時間ぐらい十字架につけられていました。兵士は心臓に槍を刺したでしょう。そしてそのことは医学的なことです。すぐ血と水とにが流れ出た。医学的な事実です。というのは激しい苦しみの時に心臓の中には血と水のような液が集まります。それはですから、その出たことは医学的な事実です。すごい苦しみの印です。もう一つの印は、確かに心臓を刺した。ですから確かに死んだけど、もしイエス様がまだ呼吸していたら、人々は脇腹の傷から、そのきしる音を聞いたでしょう。生徒たちは主人が確かに死んだ、確かめなければなりませんでした。もし主人が逃亡を許したら、彼らも処刑されたでしょう。そしてもし何か奇跡でまだ生きていたら、彼は墓に行って、彼は自分で吐き石を転がすことができませんでした。ですから第一の可能性は不可能です。復活、次のこと、指導者たちが死体を盗んだでしょうか。明るい日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていたこの時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには万兵がいるはずだ、行ってしっかりと見張らせるがよい。そこで彼らは行って墓の石に封印をし万兵を置いた。ですからもし指導者たちが死体を盗んだら、どうして彼らは その復活した噂を沈めるために遺体を出さなかったでしょうか。その前に彼らは復活の噂が始めないように死体を取らなかったでしょう。取ったら、盗んだら噂がすぐ始まった。ですから2番目の可能性は不可能です。3番目の可能性、兵士たちが死体を盗んだのでしょうか。すると大きな地震が起こった。
主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちが恐ろしさのあまり、震え上がり、死人のようになった。And その後いろいろ起こって、数人の万兵は都に帰り、その出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいたと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得して、あなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って、教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。前に言ったように、もし兵隊たちが主人が逃亡を許したら、彼らも処刑されたでしょう。そして兵士たちがイエスの死体を盗んだら、彼らはもっと理にかなった説明を作ったでしょう。その川にバカらしいことを言ったでしょう。天使たちを見た。いや、もっと気にかなった理由を何か作ったでしょう。ですから、その3番目の可能性は不可能です。4番目の可能性、弟子たちが死体を盗んだ。イエスは、まずマグダラのマリアにご自身を現れされた。このマリアは、以前、イエスに7つの悪霊を出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行ってこのことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その墓は見張られていたでしょう。そして弟子たちは憂鬱になり幻滅を感じていました。そして後でイエス様の復活の信仰のために自分の命を捨てました。そんなに大嘘のために苦しんでいたことを耐えたでしょうか。ですからその可能性も不可能です。5番目の可能性、泥棒が死体を盗んだ。シモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、編む布が置いてあるのを見た。イエスの頭を積んでいた老いは、編む布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。盗む価値があるものは、その強肩ビラだけでした。残っていた。そして その足布は丸めてあった。めちめちに捨てたのではなく。そしてその説明はちょっとわかりにくいけど、意味は白の中でイエスの編む布の形は毛虫の空っぽの眉のようでした。というのは丸くイエスの体は突然消えた、その雨の自然に沈んだ。ですから、泥棒たちが盗むなかった、まだ残っていた。死体を盗む価値はなかった、売ることができなかった。ですから、一つの可能性しか残っていません。イエスは復活した。ですから天使たちが言った、あの方はここにはおられない。かねて言われた通りに復活なさったのだ。
ですからこれはイエス様の復活の証拠の第一の証拠です。イエスは墓にいませんでした。2番目の復活の証拠はイエスは弟子たちの前に姿を現れました。イエスはケファに現れ、その後12人に現れた。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたしろ、大部分は今なお生き残っている。ついでヤコブに現れ、その後すべての人たちに一人一人に現れ、そして最後に私にも現れました。イエス様はいろいろなグループに現れました。 And それは本当のイエス様でしょうか？三つの可能性だけです。それは幻覚でしたか、また亡霊でしたか、また本当に復活されたイエス様でしたか、どちら？幻覚の可能性は、普通幻覚は非常に興奮していて神経質な人々に起こるでしょう。人たちはそのようなものではなかった。自分の目も疑っていました。読みます。弟子たちがイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。トマスに言った、あの肩の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。ですから幻覚でしょうか。不思議にちょうど復活の6周年目に終わった。イエス様天国に帰ってから、幻覚などずっとある人をずっと見ていた。突然6周目に終わりました。ですから幻覚じゃなかった、亡霊だったでしょうか。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスはトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。イエスは一回弟子たちのために朝食の支度をしました。ですから人たちはイエス様が彼らと持っていることを確かめました。イエス様に触れた。一緒に食事した。ですから亡霊ではありませんでした。一つの可能性だけ残っている。本当にイエス様でした。私たちはイエスが死のうちから復活された後、食事を共にしました。それは2番目の証拠、復活の証拠。3番目の復活の証拠は、弟子たちに対して復活のすぐ後に現れた効果です。彼らはイエス様が死ぬとき憂鬱になり幻滅を感じていました。そして突然勇気と確信もらった。前の人々と全く違う人になりました。そして教会の誕生の成長と成長、イエス様の復活がなかったら教会が始まらなかった。そこで死んだ。自分の死で死んだ。もう彼は自分を助けることができなかったから、彼は私たちを助けることができない。
ですからそれを3番目の証拠、イエスの復活の証拠。4番目の証拠は、私たちの体験、信者たちの体験。例えば、復活がなかったら、聖霊降臨もなかった。将来教会の信者たちの奇跡のはなかった。ですから、新約聖書は全部嘘です。And 聖霊との交わりと聖霊の賜物の体験はなかった。全部不活の印です。And 聖人たちは、いろいろなことを体験したでしょ。ずっと一世紀から今まで、イエス様たびたび現れます。そして歴史を超える信者たちの体験。イエスが祈りを叶えることの体験、イエスの愛、力、親切、憐れみ、慈しみ、恵みの体験。これは4番目の印です。復活がなかったら、それは全然起こらなかった。そして、じゃあそれは、4つの証拠です。イエス様の復活の証拠。ですから5番目を見ましょうか。知的にその証拠を評価する。これはイギリスの最高裁判所長官の言葉です。復活の証拠は肯定的も否定的も実情も状況上も食い止められないほど多いので、世界のどの裁判官も復活の話が真実だという評決を下す以外ありません。ですから、それはイエス様のことの、一番すごい証拠です。けれども信仰がなければ信じることができません。宗教の一つの基本的なことはこれです。あることは信じにくいことでもいい。問題はない。いろんな信仰あります。これは信じにくいことです。それは問題はない。問題は道理にかなったことでしょうか。道理にかなったことがないなら嘘です。信じにくいことでもいいけれども道理にかなったことが必要です。そして有名な小説の刑事シャーロック・ホームズ、彼はいつもこう言います。不可能な説明を削除したら残っているのはどれもありそうもなくても真実でなければなりません。シャーロック・ホームズいつも言っている言葉です。けれども信仰が必要です。理解するように。そしてイエスに対する態度、上記の証拠の論理的結論、これは C.S. ルイスの言葉。我々は従って恐るべき二者択一直面しているわけです。我々が語っているこの人がまさに自分で語られたような方であるのか、あるいは気の触れた人、あるいはもっと悪いものであるのかどうかです。さて私にはその人が気の触れた人でもなければ悪人でもないことは明らかなように見えます。したがって結論として、どんなに奇妙であり恐るべきことでありありえそうもないことのように見えても、私はその人が
神であり、神であったという見解を受け入れざるを得ません。神はこの敵に定量された地に人間の形を持って、を取って上陸されたのです。しかし上記の結論を受け入れるために信仰の恵みも必要です。信じたくても信じることができません。私をお救わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできません。ですから、イエス様に対する態度は3つの種類あります。第一の種類。イエスがご自分の誰であるか言われた通りに、そうだと信じる心。イエスと神との関わり、すなわち愛と信頼と従順の関わりを選ぶ心。それは信じの心。2番目の心は、の種類は、イエスの人格と死に引きつけられているが、イエスがご自分を誰であるか言われた通りに、そうだと信じることはできない。けれども、良心の命じるところに従うことによって、神に従います。イエス様はその人々についてこう言います。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をもう導けなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。この人々の中には、誤解によって外面的にイエスとその死に反対する人々も含まれています。例えば改心の前の聖パウロ、テロリストたち、他の宗教の信徒、ある無神論者など、いい人々なら神様いない、全部嘘です、けど自分の良心に従っているなら神の言葉に従っています。神の言葉は人間になったということを信じる恵みもらわなくてもイエスに従っています。人の子の悪口を言う者はみんな許される、わからないから。あなたは神の国から遠くないとローマ人に言ったでしょう。そのような人々は煉獄のある部屋に入って、そこでイエスに会うでしょう。3番目の態度の種類。イエスがご自分の誰であるか言われた通りに、そうだと信じ、あるいは信じないが、イエスの人格と死に引きつけられていない人々の状態です。イエスの死にも、両親の命じるところにも従いたくない。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いてくる時に、そのものを恥じる。イエス様から逃げるその人々。それは、イエス様に対する態度です。そして最後に、将来教会の信者たちの信仰が、聖書に現れています。確かに、この人は神様だと分かっていました。目撃者が生きている愛に書かれた言葉です。最初の言葉、ヨハネによる福音。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに
神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分の受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって、私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。私たちは皆、この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。今でかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。パウロの言葉。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神は地上のもの、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての下がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。御父は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださいました。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。御子は見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。手にあるものも、地にあるものも、見えるものも、見えないものも、王座も、主君も、支配も、権威も、万物は御子において作られたからです。つまり、万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものにのよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。また御子はその体である教会の頭です。御子ははじめのもの、始祖の中から最初に生まれた方です。こうしてすべてのことにおいて、第一のものとなられたのです。神は御心ままに満ち溢れるものを余すところなく、御子のうちに宿らせ、
その十字架の血によって兵を打ち立て、天にあるものであれ、地にあるものであれ、万物をただ御子によってご自分と和解させられました。So, イエス様の言葉を聞いてから、将来教会の信じたちの心が分かっています。私たちがもらった信仰は一世紀の信仰と同じです。彼らは分かった。イエス様復活の後に私の主、私の神をになりました。イエス様が神様だと分かったら、その前に大変になったでしょう。ですから、人間に上のものだけだと分かった。私たちは先輩たちと同じようにイエス様のことを信じています。恵みです。私たちの責任の一つは他の人々もその恵みをもらうように祈ることです。私たち祈らないなら人々はもらわないかもしれません。ですから今日はそのテーマです。イエス様のこと。父と子と聖霊の皆によって。アーメン。じゃあ今から私たちはベネディクションあります。